では説明します。名犬の場合、ここのストロークをはっきり使います。もちろんストッピングの推進筋を効かして、背中本労筋を効かして打ってます。そうですね。あとは手のひらからしっかり力が出るイメージを持つこと、打ち抜く、これが大切なことになります。では説明します。ポンチェンは矢のごとしというのはどういう意味か。矢というのは飛び出ていったら最後引き戻ることはありません。引き戻すという概念を捨てます。打ち切る、そうですね。で、矢は水平に飛んでいきます。こういう動きをしません。まっすぐ中段をまっすぐ飛んでいく、これが非常に重要になります。